私は書店に勤めているんだけど、お客さんから予約を受けた本が来たので、その処理をしていたら、あ、この本欲しかったんだ、と思って行こうとした人がいた。すいません。それは、すでに予約されている方がいらっしゃいます。と慌てて止めると、そんなの、別に後でもいいでしょう。私はすぐに欲しいの。そこで、ダメです。私は客よ。と争っていると、予約していたお客さんが来て、欲しいの？と聞いた。ずっと探してたの。どこにもなくて、その言い方は、もらえる。と確信していた。が、予約していたお客さんは、じゃあ、今度から、あらかじめ予約なさい。そういう手間を惜しんで、その日に帰るなんて思うのが甘い。いい勉強になったわね。とにっこり。私も笑顔で、そのお客さんに本を売りました。